さあ皆さんこんにちは、青木玲です。さあ前回に引き続き、前回プレスやって、今回はそのプレスでしならせたボードの反発を使っていく、このオーリージャンプの一つですけれどもね、オーリーの解説をちょっとしていこうかなと思います。で、今回のこのオーリーはちょっと考えたいこと一つだけ。オーリーする時のイメージは、上に行こうとするか下に行こうとするか、まあ行こうとするというか、力をどういうふうに使おうとしてるかなっていうお話なんですけれども、まずイラスト、これ1、2、3って書いてみました。イラストでオーリーする時こんなような流れかなっていうのを、非常に簡単ですけどもね、ちょっと書いてみました。まず1番はテールのしだりを作りたいから、まずテール側にポジションを移動する。テール側に乗ってあげて、この絵と同様だと乗ってあげて、で2番はその乗ったとこからうまく弾いてあげる、踏んであげることによって、このテールがしなる。そのしなりがあったことで、そのパーンっていう反力によって、このオーリーで浮いたよっていう、この3番の姿勢になる。でこの時はボードが近づいてきたよっていう印象になるといいかなと思います。っていう風に、このポジション移動してテールをしならせて、その反力で空中姿勢をうまく取る、この3つを考えた時に、初めのイメージをどういう風に取ろうかなって思うと、まず後ろ足の方に乗ろうって思うから、あ、まず乗るっていう感じは、上か下かで言ったら乗る感じなので、下かなと思いますね。でそこからこの乗ったテールをしならせながらって考えていくと、下にグッて力を加えてあげた方が、要は下に向かって踏んであげた方が、このテールのしなりはよりしっかりと出るかなと思います。そしてその踏んであげたことによって、そのしなりの反力によって、この時にどんな状態になってるかっていうと、これはボードが近づいてきたなっていう感じなので、下が近づいてきてるなっていう感覚です、これも。なのでオーリーをする時のイメージで、上に飛ぶもんだから上に体を持っていこうって思うと、まず後ろ足テールの方にちゃんと乗るがちょっとやりづらいのと、特にここです、テールにある程度乗れて、そこからえいって飛んであげるときに、上に飛びたいと思って上に行ってやると、板がしなる前に自分の脚力で飛んでしまうことになります。でここ脚力でもし飛んでしまうと、脚力で飛ぶってことは下半身の関節全部伸びるような感じですね、飛び上がるので。ちょっと結果的にこの3番に来た時に、ボードが近づくっていう感覚があんまりなくなっちゃうんです。そうするとボードを引きつけないといけないって思うので、空中がものすごく忙しかったり窮屈だったりします。なのでオーリーする時のイメージを、上に行こう上に行こうとしちゃうと、本来このテールがしなるよっていうこのポイントが非常にこうグレーになってしまうというか、明確にならないので、オーリーは常に下に向かって働きかけていきながら、ボードが下から上がってくる、そんなイメージにしてあげると、とってもバランスのいいオーリーが出来上がっていくかなと思います。そうすると、ここの絵に描いたように、この頭の位置っていうのはあんまり変わらない、下が引きつけてくるのでコンパクトな姿勢になる。頭の位置がもっと高く上がっていくもんだ、オーリーは上に行けるもんだって思っちゃったら、この人もう一回頭上に上げようと思ったら膝また伸びちゃうので、また空中姿勢が不安定になるかなと思います。なのでオーリーのイメージは、常に下下下っていうイメージを持つと、非常にテールのしなり、そこからの反発が使いやすくなるので、ぜひこの辺試してみてください。青木玲でした。